小原は、ブラジルのサンパウロ州、ドゥパ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。日系ブラジル人である。2012年8月にアマチュアフリーエージェントで、シアトルマリナーズと契約して、プロ入り。2013年に、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プラスキマリナーズで、プロデビュー。6試合に先発登板して1勝2敗。 防御率4.15,27奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級アリゾナリーグマリナーズと A-9、エヴァレットアクアソックスでプレーし、2球団合計で13試合に先発登板して1勝7敗、防御率6.66、53奪三振を記録した。2015年は、A-9、エヴァレットと A 級、クリントンナンバーキングスでプレーし、 2球団合計で16試合に先発登板して3勝8敗、防御率5.54、67奪三振を記録した。2016年も A-9、エヴァレットと A 級クリントンでプレーし、2球団合計で13試合に先発登板して7勝2敗、防御率1.81、81奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、 ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年1月24日に、シェイ・シモンズ、マレックス・スミスとのトレードで、トーマス・バーローズと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。シーズンに入ると、マイナーでは、参加の A 級フロリダ・ファイアー・フログス、A 級ミシシッピ・ブレーブス、トリプル A 級、グーインネット・ブレーブスでプレイし、3球団合計で26試合に登板して7勝4敗。 防御率2.62、147奪三振を記録した。9月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌6日のテキサスレンジャーズ戦にて先発でメジャーデビューしたが4回を6失点で敗戦投手となった。この年メジャーでは5試合に先発登板して1勝3敗、防御率4.91、31奪三振を記録した。 2019年7月31日にディフェとなり8月2日に自由契約となった2019年8月28日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだと報じられ9月15日に正式公示された2020年5月29日に自由契約となった平均96.3マイルパーアワーのフォーシームにスライダーとチェンジアップを織り混ぜる ありがとうございます。